どうも、ベトナム在住の内木です。今日もね、このスーパーカブをやっていきたいと思うんですけども、このミラーのね、ステイ試作してるんですけども、これの強度が弱いので、ちょっと、もっと強いものに変えていきたいと思います。これの問題はね、走行中にミラーがプルプル揺れちゃうんですよ。ちょっとうまく映るかな。回転数を上げるとね、こんな感じです。うまく映らんな。ああ、逆にアイドリングの方が映るか。プル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 ね、揺れるんですよ。こうやればわかるかな。プル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 震えてるんですよ。なんでね、こんなことになってるかっていうと、こいつですね。この2つをね、あのスーパーカブ、まあスーパーカブというか、あのベトナムとかね、タイのカブ、タイだと 100EX って名前なのかな、それの部品使ってウインカーをね、左手でできるようにしたんですよね。これをつけた関係でね、あのミラーをつけるアダプターがないもんだから、ステイをね別に作って、それの強度が弱かったと、そういうことです。こんなね、薄いステイ映るかな。薄いステイ作ってね、でさらに位置合わせのためにナットでね、高さ合わせてると、まあこんなことするからプルプルするんですが、とりあえずまずはね、この厚みを厚いのに変えたいと思います。ちなみにね、これ寸法もギリギリを狙いすぎて当たって色剥げちゃってるんですけど、少しだけね外向くようにしたいと思います。まあ外にね向ければ逆に強度が弱くなって、また揺れる原因にもなるんですが、まあまあとりあえずねやってみます。準備したのはね、真鍮のこんなバーです。本当はね鉄でやればいいんでしょうけど、私の家のねおもちゃのような工具じゃちょっと分厚い鉄は難しいんで、まあ真鍮になるとね逆に強度がいけるのかとかあるんですが、まあまあとりあえずやってみます。
こんな感じでね、できたんで取り付けしていきます。これでね、今までよりは安定するかな。ちょっとね、左側元の状態取っておきます。この揺れがね、ちょっと動画だとあんまり揺れてるのが見えないというか、まあ見えるけどね、少しな感じですが、どう変わるのか、ちょっと今こっち側もね、交換していきます。さあ、変わるかな。揺れはするけど、ずいぶんカチッとした感じですね。あとは走ってどうなるかです。まあね、本当は走って確かめたいところですが、ホーチミン市今ね、ロックダウンというか、まあ出れないわけじゃないんですがね、雨が本降りです。映らないかな。なんでね、まあまた今度の機会に走行テストもね、してみたいと思います。じゃあね、サイドスタンドに足ゴムっていうんですかね、はめていきます。まあ目的はね、この床のタイルの保護なんですけども、こういうね、1センチぐらい高くなってるのがあったんで、これをつければ高さをね、上げれるんで、傾きを元に戻せます。なんせこれね、一回切ってサスに合わせて短くしてもらってるんですよ。で、あら、言いましたっけ、これね、切ってたんですよ。もともとこいつがついてて、ゴムつけるのにね、邪魔だったんで、これでスムースにはまるはずね。これで上げ底ですよ。傘上げできたんでね、傾きの方も随分改善できました。こんな感じでいいんじゃないですかね。でね、ミラーの方も土台がね、しっかりしてくれたし、とりあえずね、今回の作業はこれまでです。なかなかね、いい感じにできたと思います。あ、
ミラーもね、ちゃんとこんな感じで。それではまた。